セバスチャン・ピエトロ・イノセンズ・アデマール・ジアーニド・フェランティは19世紀末期から20世紀初期にかけてイギリスで活動していた電気技術者で発明家である。初期の送電システムの構築に大きな貢献をした。フェランティはイギリスのリバプールで生まれた。彼の父親チェザーレはイタリア人の写真家で母親ジュリアナ・スコット・フェランティはコンサートのピアニストであった。 ロンドンのハンプステッド校、ウェストゲート、オンシーのセントオーガスティンズカレッジ、ユニバーシティカレッジロンドンで教育を受けた。ガートルードルー・スインスト1888年4月24日に結婚し、7人の子供を設けた。フェランティは1930年1月13日にスイスチューリッヒで亡くなった。ロンドンのハンプステッド墓地にある両親、 および彼の娘のヨランダと同じ墓に葬られた。彼の孫、バシルド・フェランティは、保守党の政治家で、50代後半から60代前半にかけて、モアカム・ルーンズ・デール選挙区選出の庶民院議員であった。フェランティは、子供の頃から、電気工学の才能を示した。最初の発明は13歳の時で、街当用のアーク島であった。伝えられるところによれば、 ウィリアム・トムソンの助力のもと、ジグザグになった電気紙を備えた発電機を16歳前後で開発し、後にフェランティ発電機として特許を取得した。ロンドンのチャールトンでシーメンス兄弟のために働き、1882年に様々な電気器具を設計する工場を設立し、フェランティ・トンプソン・アンド・インスという会社にした。1880年代今 電流戦争として知られる業界内での電力伝送に関する議論が巻き起こった。トーマス・エジソンは主に直流技術に関する鍵となる特許を多く持ち、直流を送電する発電所を設置していたことから直流に基づくシステムを支持していた。彼のライバルであるニコラ・テスラはウェスティング・ハウス・エレクトリックに講演される交流システムを支持していた。ェランティは 早期に交流指示につき、イギリスでは数少ない交流システムの専門家の一人となった。1887年、ロンドン電力供給会社は、デプトフォードの発電所の設計のために、フェランティを雇った。彼は発電所の建物と発電システム、配電システムを設計した。1891年に完成した時点で、それは初めての近代的な発電所であり、 高圧の交流を供給して消費者の近くで高圧されて使うようになっていた。この基本的なシステムは現代でも全世界で使われ続けている。彼の会社は後にイギリスを代表する送電システムやコンピュータの製造会社であるフェランテイとなった。デプトフォード発電所の発電機室の支柱のうち残されていたものの一本が フェランティアーカイブのあるマンチェスターのマンチェスター科学産業博物館の表示のフレームに使われている。フェランティアは1910年と1911年のイギリス電気技術者協会の会長で、また1927年に王立協会のフェローに選ばれている。ありがとうございます。